はい、ということで皆さんこんばんは、ショータイムです。今回はですね、本日行われました横浜市対サンフレッチェ広島の、試合後感想といたしまして、まあ、いつも通りのね、試合後感想にはなるんですけど、まあ、ほぼほぼノー編集ということで、まあ、感想だったり得点シーン含めて喋っていけたらなと思っております。まあ、早速ねちょっと喋っていきたいんですけれども、昨日というところちょっとね報告も遅れてしまい、試合前生配信というところがすることができなかったので、そちらはね本当に楽しみにしてくださっていた方、まあ、本当にね申し訳ないなという気持ちいっぱいなんですけど、まあ、横浜市というところはルマンカップだったりっていうところもねまだまだ対戦ありますので、まあ、その際であったりっていうところで、挽回していければいいのかなと思いますので、まあ、ちょっとね、忙しながら頑張っているこの招待もぜひぜひ今後とも応援していただけたらなと思います。そんな感じで、早速本日の内容を喋っていきたいと思います。はい、ということで早速喋っていきたいと思います。まあね、ちょっとツイッターの方では今日の予想スタメンというところをね写真の方で貼らせていただいたんですけど、まあ、それと変わらずということで、まあ、前節と変わらずですね、まず広島の方からちょっとスタメンの方を喋っていきたいんですけれども、ゴールキーパーが大迫選手で、3バックが、翔太選手、荒木選手、佐々木選手と、で、右に小清水選手。まあ、前回ね、本当に良かった、プロリーグデビュー戦にもなりましたし、まあ、ここから右ウィングバックのさらにね、スタメン撃破へ向けて、ちょっと頑張ってほしい小清水選手が、2試合連続でスタメンという形になりました。で、左が、まあ、ちょっとね、やれち、スタジアムの方でも、ちょっと物議を醸した発言もありました。東選手がスタメンということで。で、つぼの内が河村選手、野津田選手。ツーシャドウが森島選手と三津田選手が行って、ワントップ、ナッシム・ベン・カリファー選手が入りました。そうですね、相手というところ横浜市は、まあ、キーパー市川選手で、フォーバック 4-2-3-1 的な感じかな、で入ったということで、まあ、何よりね、4-2-3-1、まあ、怖い相手でいうと、まあ、三田選手であったり、井上俊選手も本当に J リーグの、ね、トップレベルでも活躍していましたし、まあ、何より現在得点ランクトップ5得点で、ひた走っている小川航基選手、昨年の、ね、もう J2 でも大暴れした選手だと思いますし、個人的な小川選手の印象でいうと、あのね、中学校が神奈川県の豆の FC というね、クラブに僕所属させてもらっていたんですけれども、まあ、そこのね、先輩に当たるということで、小学校も一応、あのね、一緒にプレーだったりっていうのはしていないんですけど、しっかりと先輩ということで、小中の先輩がこの小川航基選手ということで、ちょっとね、豆知識挟ましてもらいましたけど、昨年のオフというところには、ナスチャンネルの方にも出ていただいて、本当に親交深くやらせてもらっている小川選手、まあ、今後のね、活躍も期待して見ていければいいのかなと思います。そうですね。まあ、あと、フルス対決で言うと、吉野選手であったり、途中から出てきた和田選手というところも、かつて広島で活躍してくれたという面でも、まあね、ちょっと、いろいろ応援して横浜市なのかなと思っております。そんな感じで、まあ、始まりから、ちょっと喋っていくと、ちょっと長くなってしまいますので、まあ、前半後半含めて、ちょっと喋っていけたらなと思っております。まあ、前半というところ、立ち上がり5分ぐらいかな。結果的にハンドにはなったんですけれども、相手のカプリニ選手がハンドでね、ノーゴールということで取り消されたんですけど、カプリニ選手の、まあ、収めから結果的にごちゃごちゃとなって、最後小川選手が押し込んだという点ね、まあ、ここは正直、広島からすると助かったという部分もありましたし、個人的な感想で言うと、膝が、大迫選手の後頭部に入って、それのファールのね確認をしているのかなと思いましたけど、結果的にハンドの方の VR 確認ということで、ハンドで、まあ、ノーゴールという形になりました。まあそこはね、ちょっと正直失点になってしまうと幸先悪い展開になっていましたし、まあ横浜市としては、まあこの広島に勝つ上で、まずは先制点を取って逃げ切りを図るっていう、多分ね、勝つための作戦としては考えていたと思いますので、まあもしあそこの、立ち上がりゴールでやられてしまっていたら、まあ今回のような3対0でね、終えることっていうのはまあできていなかったと思いますし、ちょっとね、あそこは救われた部分だったのかなと思っております。まあ、そのピンチ以降は本当に前半後半含めて広島がずっと攻め入る場面も多かったと思いますし、まあ、広島からするとね、立ち上がりちょっと難しい展開にはなりましたけど、前後半でうまく3対0という形で、この試合を締めくくれたのは、大きい成長した部分だったのかなと思っております。まあ、結果的な、トータルで見るとね、3対0ということで本当に、素晴らしい内容にはなりますけど、まあ、前半というところは 0-0 で折り返したりと、まあ、本当に難しい展開もありながら、まあ、横浜市としては、してやったりの展開っていうか、まずは前半ゼロで耐えて、まあ、後半ね、チャンスをポンって決めようっていう狙いだったと思いますし、まあ、そこを広島としては、気をつけながらしっかりと先制点取って、追加点3点目と、いけたのは本当に大きい、試合運びだったと思いますし、まあ、立ち上がりというか、まあ、今季始まってから、札幌戦から始まりましたけど、今季。
まあ成長している部分だと思いますし、昨年からの積み重ねという部分では、しっかりと追加点も取れたという面では、本当に、チームとしても成熟度が増している、この試合だったのかなと思っております。まあそんな感じですかね。ちょっと出場試合の流れというところ喋らせていただきましたけれども、まあスタッツのところで見ていきましょう。横浜 FC が結果的に、まあちょっとね、これは見るサイトによってばらつきというところありますけれど、僕が見ている、Google のサイトによると、横浜 FC が90分でトータルシュート7本、枠内シュートが4本。で、広島が32本に対して、枠内シュートが12本ということで、まあ32本打っている、打ちすぎでしょうっていう感じですし、まあここまで打つ場面までいけてるっていうのは素晴らしいところでありますけど、32本打つならもっと点が欲しかったなっていう個人的な感想でもありますし、まあここはね本当に決定力と面で、今季広島が最大の課題に上がってる部分だと思いますが、まあこの試合でもね、まあ3点取れたこと良かったですけど、まあ欲を言えば32本打ってるならもっと得点を取れたのかなという、まあ、シーンもありました。はい、そうですね。まあ、ラストのエゼキエウ選手の部分であったり、あそこはね、なんとしても枠内に持っていきたいシュートだったと思いますし、まあ、その他の部分でも前半含めてミスター選手のね、個人技から突破して、なんとか枠内に持っていきたいシュートっていうのは多々ありましたので、まあ、ここはね、しっかりと今日勝って満足する部分もありながら、まあ、今後へまた改善していく部分っていうのを見れた、今回の横浜市伝だったのかなと思っております。まあ、ボール支配率だけ見るとね、横浜市が 51% ということで、ちょっとここは、またサイトによって誤差はあると思いますけど、まあ、ほぼ変わらずということながら、内容含めてね、圧倒できたというのは本当に素晴らしい部分だったのかなと思っております。まあ、そんな感じですか。1試合の部分を話していくと、まあ、こんな感じになってくると思いますし、まあ、先制点からね、本当にいい流れを掴んで、なんていうんですか、一試合通して、いい形で締めくれた部分だと思いますし、まあ、1点目のところをちょっとね、振り返らせてもらうと、またしても、右からの小清水選手のクロスに対して、まあ、右ウィングバックから、逆ウィングバックが入ってきてヘディングを決めるっていうね、小清水選手にとっても大きいアシストになったと思いますし、まあ、ちょっと、ちらほら、ちょっと物議を醸してしまった東選手に関してもですね、大きな先制点になったということで、いろんな意味でも、広島にとってこの小清水選手、東選手の活躍はね、大きいものだったと思いますので、まあ、今後ともここは頑張っていってほしいところだと思いますし、まあ、東選手もこれで、今日のところで言うと1ゴール1アシストかな。まあ、オンゴール含めてアシストと捉えると、まあ、1ゴール1アシストという方は本当ね、ボランチでも、ウィングバックでも、好調を維持している東選手もありますので、まあ、ここからどんどん、広島の中心選手として頑張っていってほしいのかなと思います。まあ、もちろんね、アシストをした小清水選手もここでようやくリーグ戦でもアシストを獲得できたということで、前回の流れからいい流れに持っていけた部分もあったのかなと思っております。まあ、2点目がね、先ほど言った通り東選手の完璧なクロスから、もうここはドグラ選手が決めるのかオンゴールかっていう二択だったと思いますので、まあ本当にいいボールを入れてくれたなっていう感じですね。で、最後は3点目がゴールキックかな、背後のボールからエゼキエウ選手が突破して、エゼキエウ選手からドグラ選手ということで、まあちょっとね、ツイッターの方でも更新はさせてもらいましたけど、このブラジル人コンビ、これ途中から出てきたらダメでしょっていうぐらいの、もうこの数試合の活躍だと思いますね、本当に。鹿島戦から、まあ、前節もそうですし、まあ、今節もまたエズケイ選手のアシスト、ドグラ選手は、まあ、これで3試合で4発か。3試合連続ゴールということ、本当に、まあ、好調維持してくれておりますので、まあ、ここはね、またスキッペ監督が好調維持しているドグラ選手を使うのか、まあ、ナッシム選手もね、本当に得点こそないものの、個人的には、ここまで MVP 級の活躍をしてくれているナッシム選手だなという感じもしておりますので、まあここはね、セレクト含めて今後とも注目になってくる部分だと思いますので、まあスキッペ監督の采配にも期待して見ていければいいのかなと思います。プラスね、このドグラ選手が活躍したり、ナッシム選手がスタメンから活躍してる中、まあひしひしと闘志を燃やしているピエロ選手だったりっていうのもいますので、まあここはね、本当にいい循環が行えてると思いますし、まあ、次節、またルヴァンカップであったり、リーグ戦含めて、入ってくるスケジュールの中で、どうやってやりくりしていくのかっていうのも、注目して、見ていければいいのかなと、思います。そんな感じですね、今日行われました、サンフレッチェ広島対横浜 FC の、まあ、大きな、内容であったり、ゴール含めて、喋らせていただきました。はい、ということですね、今回は、本日行われました横浜 FC 対サンフレッチェ広島の試合について、まあ試合後感想ということでいろんな内容について喋らせていただきました。まあ個人的には、ね、一発で行われましたので、ちょっとね試合見に行きたかったな、雨に打たれながらゴール裏で飛び跳ねたかったなっていう気持ちありますけど、まあちょっとね仕事だったり、ちょっと個人的なサッカーの関係もあり行けなかったので、まあ次回こそは行けるように
また挑戦してね、頑張っていければいいのかなと思います。またルヴァンカップだったりリーグ戦含めて内間配信というところはどんどん続けていければいいのかなと思いますので、ぜひぜひねお楽しみにしていただけたらなと思います。そんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。ボーイ、ナイス勝利。